私明日15日日曜日からダイエットを開始したいと思います。正月太り解消のためにね。ということで今最後の晩餐に、ダイエット前の最後の晩餐に王将に来ておりますけれども、じゃーん、一人で餃子4人前食べたいと思います。自撮り難しい。ということで帰ってきましたけど、餃子4人前だけではとどまらずですね、こちらワッフルコーン、北海道ミルクバイキャンもいただきたいと思います。デザートです。うん、うまい。明日から15日からダイエット企画ということで、このあと体重計に乗りたいと思います。目標体重になるまでダイエットブログ YouTube みたいな感じで載せていきたいと思います。 YouTube とブログと Twitter と LINE ライブとかフレッシュとかいろんなものを駆使してリアルタイムで食生活、などなど全て体重も晒していきたいと思いますので、見ていてもらえると嬉しいです。おいしい。はい、ということで1月15日日曜日に日が変わったところです。今日からこの正月太りを解消すべくダイエットを開始したいと思います。目標体重は私のベスト体重、なんか一番自分的に心地よく適度にストレスがたまらない程度食べられて、しかもなんとなく自分の中で綺麗な見た目を保っていられるかなっていうベスト体重が51キロです。どのくらい増えてるかわかんないんですけど、ちょっとお正月、年末、忘年会、新年会でかなりね太ったんですよ。しかもその前に多分51キロよりはちょっと太ってたんですよ。なのでちゃんとその51キロを目指して頑張っていきたいと思います。それでは早速ですが、体重計がこちらにあるので乗りたいと思います。今私がペコちゃんの着ぐるみ着てて携帯も持ってるので、測った体重マイナス 500g が自分の体重とします。ですので、目標体重も 51.5 キロになるように目標体重を設定して測りたいと思います。怖い。どれだけ正月太りしたか怖いですね。その前もだいぶ太ってたんですよ。じゃあ乗ります。せーの、よいしょ。あーまずいまずい、やばい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 。 55.5 なのでマイナスして55キロ。これはね、ちょっと宝塚で結構太ってた時以来の体重ですね。退団してからはここまで太ったことなかったですね。はい、ということでね、まさかの55キロでした。なのでここから4キロのダイエットに挑戦したいと思います。初めの2キロぐらいはもうサクッといけるかなって自分的に思ってるんですけど、そこからの2キロちょっとってところが結構難しいと思うんですよ。なので、まあ、私ズボラだし、特に運動したり思いっきり食事制限をガッとしてリバウンドするようなダイエットはしたくないので、ちょっと自分なりに調整しつつダイエットをしていきたいと思いますので、どうぞ皆様見守っていてください。お願いします。そしてあやはねまやファーストアルバム制作プロジェクトのクラウドファンディング
ただいま行っております、それを達成した時に綺麗な自分で皆さんの前にステージに立てるように頑張ります、可愛いらしい服を着てジャケット撮影もしたいと思っております。頑張ります。ぜひよろしかったら説明欄の方をご覧ください。この動画が面白かったりダイエットを応援しようという方はぜひ高評価グッドボタンの方よろしくお願いします。それではこれから毎日頑張ります。